はい、こんにちは。リナリス編入戦です。今日の動画は、いや、っていうかさ、ちょっとリナリスかっこよすぎない？うん、顔が？いや、まあ顔もなんだけどさ、10ラウンド、ラウンド終わりの頃、あの超高速コンビネーションね。そう、で、帰化した後に、うんうん、ちょっと俺の動きこういったやつやね。そうそうそう。いや4発目もろにもらってたね、ヘイにね。めっちゃ効いてたでしょ。めっちゃ効いてたね。あれ、あと2秒ぐらいあったら終わってたんじゃない試合。もう一発、もうそこでかましてさ。いやー、で、一応その英語わかんないからあれだけどさ、その10ラウンド終わって11ラウンド、12ラウンドってさ、そのヘイニーが結構そのクリンチとかさ、体くっつけたりしててさ、会場からすげえブーイングがあったの。あ、そう、あ、そうだった。リナレスはよく伊藤正幸とさ、スパーリング、ね、してて、それ俺も何回か見たこともあるけれども、あの、もともとフェザー級でしょ。まあ、スーパーバンタムから始めて、フェザーでタイトル取ってとか、めちゃくちゃパンチあるらしいよ。めちゃくちゃパンチあるって言ってたよ。しかもあの速射法でだよまあ前回そのハンドスピードの話したじゃん。でも別に振りとか全く別にあるわけじゃない。なんであんな速くなるのいやー、どうなんだろうね。まあ、あのハンドスピードっていうのはもっと生まれてもあるでしょ。どうやったら速くなるんだろうね。まあだから、まあこの間の話じゃないけれども、ハンドスピードないやつはハンドスピードのないなりに工夫するんだよ。それでいろんな間を掴んだりとかさ、あんなにスピードあったら特に考えないでやるねオラオラオラみたいな感じでなないから考えるんで、どうやってパンチ当てるかだって3発4発目とかさ、もう反応しきれてないじゃん。相手とか、まあ、試合とかいつもパンチ4発ってきたら基本的に1、2、3、4とかって避けるじゃん。そんなことしてる暇ないからね、あのパンチもう全部これで受け止めるしかないよね。それかもうここで大きく大きく避けて4発だったら4発通り過ぎて待つとかさまああそこまで早いと逆に決めてると、ある程度こう避けたからこうとかさ、なんて言うんだろう、変えれんのかな。あ、もう相当これ決めて打つわけじゃん、コンビネーションでパンパンパンって。だからこっちに切り替えたからアッパーに切り替えるとかってできんのかな。もう自分の思考すら追いつかないみたいな、何を打つかっていうのは、まあ打つ前に決めてると思う。4発だったら4発、あれと思ったのはさ、なんかガード固めてなんかすごいプレスするっていう感じだったじゃない。あ、そうだね。だから俺もそのね、スパーリング見させてもらってる時、ああいうスタイルになってたよね。もうそのちょっと村田亮太的な、しっかりガード固めて。だからもうそれこそヘイニーはそのガードの上打ってさ、で左フックを打って、左フックをちょっと巻き込むように打ってるのかな。そしたらさ、こうやってしっかりガードしてるからさ、ぶらされる、こういうふうになったりとかさ、ぶらされて、ぶらして打ったらまた距離を変えたり角度変えたりしてるっていうので、まあそのなんて言うんだろう、なかなか手数が追いつかなかったよね、ヘイニーので。ヘイニーからしで、こうやってガードしてるからさ、打ち終わった後安全なのってパンチって怖いじゃん、当然だけど、どこが安全かって言ったら、ある意味このグローブの近くが安全なんで、逆に安全って言ったら遠ざかった方が安全と思うかもしれないけど、近くって安全で、だから打った後にここに頭を置いたりさ、ここに頭を置いたりって言って近い距離で頭の位置を置いてて、その自分の打ち割りに相手のパンチをもらわないようにっていう。だからすごいボクシング IQ が高いっていう風に言われてるよね、ヘイニーが。そう、そのもともとそのライト級の、今ライト級って混沌としてるじゃん、その中でテオフィモ・ロペスがいて、デイビスいて、ライアン・ガルシアいて、ヘイニーがいてって。でもヘイニーが一番ボクシング IQ 高いって言われてるでしょ、なんかちょっとなんか高いって言いますか、なんかあんま負けなさそうなスタイルのように見える。ああ、スタイル的にね、そのフロイド・メイウェザー的なスタイルっていうふうに言われてるよね、ただ終盤か、本当にヒットしたよね、リナレスのパンチが。そっからはでも、もう本当にもうあれすることだけでしょ、もう前半で貯めたポイントを吐き出しながらさ、もう逃げ切る、そう、逃げ切るっていう。
でも試合終わった後ね、お互いアピールしてたもんね。リナリスもめちゃめちゃアピールしてたから、俺が勝ったぞって。ああ、そう。それはないだろうなと思って、うんうんうん、こういった時に。でもさ、ああいう巻き方っていうのはリラレスここにありって見せてるわけじゃん、うん、それこそ8ラウンドまでポイント取られてたかもしれないけど後半全部取ってるんだからね、実際効かしてさ、まあテオフィモ・ロペスもそうだよね、あのロマチェンコってやった時、うん、最後ボコってたもんね、ロマチェンコね、そうだからなんかテオフィモ・ロペス4団体統一チャンピオン、うん、ライト級最強っていうふうに言われてもなんかしっくりこないんだよね、なんか終盤の印象ってやっぱめちゃめちゃでかいというかさ、うんうん、まあ、ポイントゲームだから判定までいっちゃう、判定までいくと当然ポイントで結果は出るんだけども、うん、でもその印象ってあるじゃん、うん、え今ガルシアってあれだっけ、メンタル的な、そう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 、なんかそれでこの間の試合をキャンセルしたんだっけ、うん、でももう練習は再開してるってなんか書いてたね、ああそう、うん、でテオフィモ・ロペスはカンボソスで、ロマチェンコ中谷、はい、これ4団体統一に向けて動くのかっていうか、一応でも統一なのか、テオフィモ・ロペスがやらないんだろうな、多分この4人が全4人ん、ロペス、ヘイニー、ガルシア、デイビス、うん、にこれロマチェンコ、中谷、まあこの辺が俺らが期待してるライト級ウォーズみたいなことは多分ないね、なんか本当にちょっとさ、なんかいっぱいしたら商品価値落ちまくるみたいな、ないこのアメリカのボクシング、アメリカのっていうか、まあ、ボクシング界全体、まあ、ボクシングっていうのはもともとそうだと思う、ボクシングっていうのはもともとそうだけど、でもこの負け方がだからこの間のロマチェンコにしてもそうだしさ、今回のリナレスにしてもそうだしさ、まあ、商品価値が落ちる、まあ、ファン目線で言えばそこまで思わなくない、いやでも別になんかその、まあ、パウンドパフォーパウンドにどれだけ意味があるのか分かんないけどさ、ロマチェンコはあれ落としてさ、めちゃめちゃ、まあ、ガクンと、まあ、いるかいないかも分かんないぐらい落ちたわけだ、1位から、あ、パウンドパウンド、そう、うん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 、ってなると、まあ、それだけ評価落ちるってことだよね、うん、まあでも商品価値という意味ではどうなんだろうね、だからその商品と商品価値とパウンドフォーパウンドってのは全然イコールじゃない、だってパウンドフォーパウンドにやってる選手めちゃくちゃ人気ない選手多いよ、なんて言ったってデレンスクルフォードでしょ、ああ牛久とかも入ってるでしょ、入ってるねだから商品価値とパウンドフォーパウンドってのは全く別物だと思う、うん、アメリカで の, そのライト系の扱いってのがいまいちよくわかんない、うん確かに、てか本当はアメリカ人だってこの試合にしてもそうだし、ドネアとウバーリの試合、ドネアとウバーリの試合はそれこそちょっとメインイベントの時は暗くなってたからさ、分かんなかったんだけど結構絶望的な客入りだったよ、うん、あの火がまだ出て、あの屋外だったからあれ、はい、なんで見ねえんだあいつらとちょっとムカついてくんだよねだって平均身長はさ、うん、まあ向こうは多民族国家だからさ、うん、まあただその白人とか黒人に限って言えばさ、多分、まあ、日本人より平均多分7センチぐらいでかいわけでしょで体重も10キロぐらいわけでしょそうなの実際、まあまあそうか、まあ、ロサンゼルスなんかさメキシコ系の人が多いからさ、ちっちゃい人もたくさんいるんだよ、うん、あ別に俺と同じぐらいの人たちもたくさんいるからこんなでげえなってまあ、そう特別は思わなかったけど、なんで見ないんだろうね本当に、でもこの伝道、そのなんて言うんだろう、日本のメディアでやっぱボクシングの伝道ラスベガスみたいな、はい、やっぱアメリカでみたいなあるじゃん、で俺もらも選手の時当然そういう思いあるし、でもバンタム級とかさライト級とかもお客さんそんな入ってないじゃん、うん、ムカつかない、そのあいつらでかいやつが殴り合ってるのだけみたいなの、まあ、ボクシングのだってこの面白さって結構このバンタム級とかさまた違うじゃん、あの、はい、ヘビー級とのさ楽しみ方とはさ、だからああいう客入り見てるとさもうなんかイラつくんだよね、でも別にこれアメリカでやんなきゃいけないなと思っちゃう、このドネアとウバーリ、例えば、うん、あ、これごめん、リナリスとあれの回だ、